今日は私の一番大好きなこちらフィラーズキャンディーバー。もうここがニューヨークで一番大好きなお店です。というわけでいっぱい買い物をしてきました。じゃあ早速開けていきます。じゃじゃーん、なんだなんだこれスイート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 チュリーツ、スイートチュリーツ、これソフトクリームの形の中にゼリービーンズがいっぱい入ってるんだけど、私ちょっとこれは開けないでそのまま部屋に飾りたいと思います。見える？見えないじゃーん、これはお母さんのお土産に買ってきたやつで、今ニューヨークだとイースターっていうのがあるから結構パステルカラーのお菓子とかがめっちゃいっぱい出てて、でこれはなんか多分砂糖菓子、砂糖菓子でこの卵の形をくり抜いたのの中にウサギが入ってるの、すっごい可愛いから、これはお母さんにプレゼントです。あとは見てこれ、じゃじゃーん、これもインスタンのやつで、多分なんだろう、なんかマシュマロかなんかのふわふわしたやつで、これは友達に配るのにいいかなって思って買いました。ちょっと自分の分か忘れちゃったんだけど、これもすごい可愛いインスタ、ほんと私インスタの時にアメリカに住みたいって思いました。日本だとやっぱディズニーランドぐらいじゃない、インスタやってるの。だからね、またインスタの時に行ってめっちゃ買い物したい。私ハロウィンより好きインスタ、ほんと最高。あとね、これはやられちゃったよ、キャンディークラッシュ。これ最初見た時に、あ、欲しいと思ったけどちょっとやめたのね。やめたんだけど、レジの前に置いてあるからまんまと買っちゃったよね。 YouTube にアップしたいと思った。だってさ、キャンディークラッシュめっちゃ楽しいでしょ。だからちょっと買っちゃいました。またこれゲームレビューの時に食べようかなと思います。あとね、あとね、アクセサリー、アクセサリーが今回行ったらめっちゃ出てて、まずこれね、じゃーん、何なんていうの、このなんか押したらガムとかキャンディーとか出てくるマシーンのピアス。あとはロリポップのピアス。これがさ、意外とアクセサリーが安いのね。どっちも7ドル50セントっていうの、セント、どっちも7ドル50セントで意外と安いと思って、もうこれなら買っちゃえって思って買いました。で、ね、これがやばいのを見て、じゃじゃーん、ブレスレット、もうこれ好きなパーツがいっぱい入ってるやつで、結構ブリブリな感じです。あー、いい買い物した。もうまた行ったらまためっちゃいろいろ買ってきます。はい、というわけで今回紹介したのはフィラーズキャンディーバーです。私のブログの方にもちゃんと地図、住所とか載せとくんで、ぜひチェックしてください。それじゃまたね、チャンネル登録お願いします。いいよ、ピコピコ。